どうも、ベトナムのうちです。今回はスーパーカブのエンジンの積み替えをやっていきたいと思います。ちょっと今までのエンジンがいろいろ不具合があったもので。これは車用のジャッキを改造して、こんなの作ったんですが、こういうのがあるとエンジンの交換がかなり楽になります。では、作業の方に入っていくんですが、今回ちょっと犬の鳴き声がうるさいものですから、作業中の音は全部、最後の方だけ残して消してしまいました。BGM を流しながら、作業を見てもらおうと思いますので、よろしくお願いします。
りあえずエンジン積み替え後、無事にエンジンもかかりました。まあ、白煙は最初の方出ますけども、すぐに止まると思います。あとはちょっと細かいセッティングを、出していって、使えるようにしていきたいと思います。まあ、これで終了です。それではまた。